エドワード・モランは、イギリス生まれのアメリカ合衆国の画家である。海洋画をあに描き、アメリカ合衆国の海で起こった歴史的場面などを描いた。イギリス、グレーター・マンチェスターのボルトンに生まれた。両親は、食婦職人で、弟に風景画家として有名になるトーマス・モランがいる。家族は1844年にアメリカに移住し、メリーランドに1年間住んだ後、 フィラデルフィアに移った。エドワード自身は一人でいい仕事を見つけるために、ボルティモアからフィラデルフィアまで徒歩で移ったという話をすることが多かったが、後に、名の話から家族が一緒にフィラデルフィアに移ったとされている。1845年頃からアイルランド生まれの風景画家、ジェームズ・ハミルトンやドイツ生まれの風景画家、パウル・ビーバーの弟子になり、ハミルトンからは、 海洋画を学んだ。1850年代には、フィラデルフィアの美術界では有名になり、弟のトーマスと共同でスタジオを開き、多くの絵の注文を受けるようになり、版画にして出版することもあった。1862年に、イギリスのロンドンに渡り、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの美術学校で学び、フィラデルフィアに戻った後、風景画家のアネットと結婚した。 1872年にニューヨークにスタジオを移し、1870年代の末、パリにも住んだ。1885年頃からアメリカ合衆国の開示誌に重要な出来事をテーマに描き始め、代表作とされる。これらあの作品はシカゴの万国博覧会で展示された。ありがとうございます。